はい、どうぞ。22番。はい、どうぞ。23番。はい、どうぞ。24番、はい、どうぞ。25番、はい、どうぞ。26番、はい、どうぞ。27番、はい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 、ドライブフィーバー 3.5 ザップのピンフリーショットフリーリング900キロぐらいあるんじゃないかな。そしてロットはボード保持ザオのプロットの、今作ってるソリッドのやつ、何やったか忘れてきた。 70MH、 そう、 70MHソリッド ST イエーイ、嬉しいね。おーしょいけばいい、いけばいい、 OKOK、 600、600ぐらいあるよ、はい、ボルネーブルね、よし、ドライブクローラーのネコリグで釣れました。
はい、ドライブビーバー 3.5 ですね。そしてまたプロトの 68MH 70MHS で来たよ。 Thank you。 ライブスコープサイト、はい、釣れたるは教えてください。フィッターホグのフリーリグだ。マックスセントのフィッターホグ。はい、写真撮ります。釣れたるは教えてください。ハンクルのアライブテナガのヘビダンと、はい、3DHP アッキーのパワーフィニッシュです。はい、釣れたるは教えてください。何でレックのダンショップです。はい、はい、ジカリグでフリッターホグとエスケープスイムツイン。はい、はい、釣れたるは教えてください。リミットメイクですね。はい、今勝のダンボルト、はい、10g のフットボールです。はい、以上です。はい、釣れたるは教えてください。クランクです。はい、釣れたるは教えてください。ジャークウェイトとスノラバとバスエネミーのフリーリング。はい、釣れたるは教えてください。あとウルドッグのフリーリング。はい、あとリコシェイクのジュクエットワーク。釣れたるは教えて。ね、はい、こいつがダムショット、はい、俺がドノーミローとビートキャングス。はい、教えてください。カットテールの5インチです。はい、あの塩分対策ですか。ああ、いい、ケロ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 。釣れたるは教えてください。バスエネミーのフリーリグ とハニーナゲット3インチのフリーリグ。はい、誰が来たんですか。この安藤さん。本当に本当に引っ掛けたらしいですけど。すげえ、うなぎじゃないですか。うなぎ、天然うなぎ、音楽が天然うなぎ。ちょっとこっからさばいて食べようよ。わ、これ本当にいいやん。すげえ、食べます。いるよね。はい、釣れたるは教えてください。これ、ドライブクローラーの、5.5 ネコリグです。ザップのスマラバです。はい、はい、3位チーム VXC の高橋さん、今日のパターンお願いします。はい、朝一は、カバーを打ってみたんですが何もないんで、その後 JR 筑豊線の橋脚に入りました。で、彼が、2本釣りまして、でその魚があまりにも良かったので固執してしばらくまあ粘ったんですけど何事もなく、最上流まで行ってみて何事もなく終わりました。以上です。カットテールの、ジュゲットワッキーです。5インチ。32分の3。 2.3g、 2.4g。 カラーは、カラーはね、ウィパンに明らめて。なるほど、以上です。はい、おめでとうございます。それでは2位の、チームザップ。はい、お疲れ様でした。釣ったエリアは上流のこっちからやったら右側の石積みが始まったところですかね。そこで、高橋さんが、ドライブクローラー 5.5 のミミズカラーの 1.3 オンスのネコリグ、これ使ってもう全部それですね。あの釣った魚はで、エリアも全部そこで、私が使ったのはザップの、スモラバ、魚も全部そこで取りました。私の粘りを5番目と思いながら。以上です。まあけど、食ってくるのは浅いところ。石に乗っける。石に乗っけたら食ってくる。
下では、まあ下で関係ないやめて彼やったまあまあ試合があるわけでもないやん食うのは浅い多分いるのは深いいるのは深いけど食うのは多分浅いとこで彼のテクニックで食わしたということです以上です、はい、おめでとうございます。はい、じゃあ優勝のチームアリサさんお願いします。皆さんお疲れ様です。今日朝1時間でシャローフラットやら浅い半風で揃えられたらいいなと思って頑張ってみたんですけど、彼がクランクで1本と自分がダウンショットで1本その500ぐらいですかね、それ釣ったぐらいで終わって、でそれからフラットはどこ、フラット、音楽橋周辺ですね。音楽橋周辺で、ちょっとそれから8時、だ7時から8時でどうにか頑張ったけどダメで、でそれ以降ちょっと釣りを変えて、1段2、3メーター、ちょっと2メーターか3メーターですね、のチャンネルのエッジやらちょっと落ちたところをやってみようということで、それからまずダウンショットで1本釣って、でそれからもうプランの時からそうだったんですけど、ちょっと魚浮いてるんですよね、浮いてたんで、それからちょっとフットボールに持ち替えて釣ってたら、それから昼前のタイミングで3連チャンで、昼過ぎて12時から1時の間でまた3連チャンですかね。でそれで使ったルアーがそれ、昼前3本と昼後釣った3本は全部フットボール。フットボールはメーカーのフットボールはあれはダイワのマルチジグの8分の3オンスじゃん。トレーラーはどの、トレーラーはあのバークレーのマックスセントのクリッターホーグ。アクション的などアクション、そこにつけると食わないんですよ。でも全部中層っす、中層頑張って釣る。エッジやらもう結構バラバラ、魚バラバラ動いてるんでちょっとバラバラなんですけど、とりあえずそこにつけると食わないです。投げてこうオンガリングみたいな、オンガリングにもするし、もう着水でそのフォールさせたら食ったりするもするし、とりあえずそこでは食わないです。ダウンショットもそうです。そのエッジってじゃあ枕工場ってどうやって、もう上流しか行ってないです今日。こっち側上流だけです。上流のフェラダイ前後のチャンネルとか、このあたりです。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、上位3チームに何か質問等ないでしょうか。はい、もう全部クルージングですね。もうピンにいて中魚ではないです。まあワンストレッチですね。スポットではなく、一番適当に投げるのが一番なんですけど。水道管みたいなのがこう入って減らないの。あの辺り、あの辺り本当に投げて、あのこっち決めたら逆にちょっと、あ、釣れない、もう魚いないかもと思ってやれなくなっちゃうんで、まあ適当にそこら辺行端かけたらまだなんか魚いるんで、適当にやるっていうのが一番良かったです。すごい。はい、おめでとうございます。他にないですか。はい、ないようなのでやりたかった動画視聴ありがとうございました。最新動画関連動画はこちらから、視聴者登録はこちらから、グッドボタンもよろしくね。せーの、バイなら